うん。なんとなくだよ。君は？俺も同じことを考えてた。あの日は本当に楽しくて、思い出すたび、この学園を守りたいって思うんだよね。そんなことないよ。ああ、うん。ちょっと、経営のことを考えてて。授業と違って答えがないから。悩んでたんだ。そうだね。父親の後を継いだだけなのに、いろいろ考えないといけないことがあって。昨日のことなんだけど。心配かけて、ごめん。俺は、大丈夫だから。そういうわけじゃないよ。頼るときは頼るつもりだよ。でも、そういう場面に出会わなかっただけで。どうしてそんな変な質問をするの？当然だよ。俺は大丈夫。だから、その心配は他の人に向けてあげて。君の優しさはきっと力になるよ。俺、変なこと言った？
格好悪い姿を見せたから嫌いになったとか？朝日、彼女を傷つけないでもらいたいな。君に用があったんだよ。お邪魔だったみたいだね。そう？いいの？俺は、いいよ。じゃあ、ありがとう。俺でよければ相談に乗るよ。彼の様子がおかしいのは気づいているからね。何か俺にもできることがあるかもしれない。俺じゃ、力になれないことなのかな。どうしていいかわからないか。君はただ彼に元気になってもらいたいだけじゃないの？ずるいな、朝日は。君みたいな可愛い子に心配されるのって、羨ましいんだよ。冗談ね。冗談じゃないんだけどな。俺も動いてみようかな。君を見習ってみようと思うんだ。自分なりにね。君の言葉は聞いてくれなくても、他の人からの言葉なら、朝日も聞き入れてくれるかもね。トーマとかいいんじゃないかな。
ううん、頑張って。朝日を探しているんだけど、どこかで見かけなかったか？そう。どうぞ。君が言いたいことは分かった。だが、朝日が誰かに相談するとは思えない。誰も代わりにはなれない。すべては学園長が決めていることだ。これは家族間の問題であって、他人が口を出していい問題じゃない。君はどこに行くつもりなんだ？僕たちには関係のないことだ。君とは、どこかで一度、話さないといけないと思っていたんだ。今日来たのは、ナイトクラブの件、かな？君は何か勘違いしている。あれがやるのは当たり前のことなんだよ。この学園の経営を任せたのは腕試しのようなもの。ミナカワグループを背負って立つのなら、同時に全てをやりこなせなければ、到底無理だろう。
なぜ？自分だけの力でやらなければ意味をなさないだろう。そんなことより、君は自分のことを心配した方がいいんじゃないかな。転校してきたばかりだというのに、学園がなくなるかもしれない、という。行くよ。大丈夫だから、そんなに謝らないで。君が俺のために動いてくれたって分かっているから、いいんだ。ちょっと小腹すかない？あー、でも、何もないね。君の手作りが食べられるなんて、嬉しいな。わかってるよ。俺、豚骨ラーメンが食べたいな。あ、豚骨ラーメンって知らない？九州に前行った時に食べたんだけど。
そっか。じゃあシェフでも呼ぶ？すぐに来てくれると思うんだ。どうしたの？